心に潜む邪神をバビディに利用され、魔術によって魔人へと変貌してしまったベジータ。体と心は支配されてもなお誇りだけは失わず、ベジータは悟空との戦いを熱望する。そして悟空もそのベジータの願いに応え戦いに臨むのであった。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにはしたくねえ。僕の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ、あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。終わりそうにはねえな。そう、そしてやるカカロット。あれね。ほら、あの世で相当の修行したつもりだが、全く互角なんてよ。おめえはおら以上に修行してたんだな。違う。確かに貴様以上の特訓はしたと思う。貴様は俺のさらに上を行く天才だ。いつまで経ってもその差は変わらない。ショックだ。だけど俺は密かに屈伸した。そうか、アビリン。ああ、気に食わない手段だったんだな。よくなりてえだ。プライドの高いおめえがあんな奴に支配されたっていうのか。俺は昔の俺に戻りたかった。残忍で冷酷なサイヤ。待って、ベジータ、木だ。嫌われた。おっと、出ちまったんだ、魔人ブーが。魔人ブーがどん。
勝負はお預けだ。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたんだ。なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。身の程知らずが、だからバカだというのだ。上がった。魔人ブーの気が爆発的に上がった。強すぎる、信じられない。この不細工な間抜け面が魔人ブーか。うん、怒っちゃったもん。殺しちゃおう。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。めちゃくちゃ強いぞ。スーパーパパー。ヤツのスーパーサイヤ人を目を変えてしまった。とてつもないパワー。セルと戦った時のゴール、それ以上か。
無事にか、しまトランクス、ブルマ、ママを大切にしろよ。え、どういうことパパ、ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。嫌だ、俺たちも戦う。3人でやればきっと倒せるよ。無理だ、あいつには何人でかかっても普通の戦い方をしていけば。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかった。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。死んじゃえ。貴様の片付け方が分かったぜ、やっとな。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。